あれ消えた。あーてーなでー、こうですね。 OK。 はい、ペン。油いるくね。こんばんは。なんでならんの？え、ならん。なんで？よいしょ、よいしょ。え、なんでならんの？あなた、え、なんかバグってない？ほら。え、そうな、なんでない？え、ならんの？普通？あ、ならんわ。なんかバグってる。うっそ、それしか見たことないわ。そう、普通になるよ。こうなる、斜め。あ、わかった。あ、違うわ。なんでやろうね。こう？うん。え？バグってる。ねえ、バグってる。コラボしてる。昨日から言っちゃったでしょ。もう、諦め。こっちはもう画面がちっちゃいので。と今で。OK！ここがさ、ここが見えないな。ここ確かに。なんかさ、携帯さ画質良すぎてあれ。なんかさ、ううピントがさ、うん、青くない？あ、青くなった。なんか。しっかり。もうすでに熱い。この端っこが見えないです。コメントに。まあ、いいか。OK。冷房つけてるのに熱い。てか熱そう。まあ、薄いんですけどね。暑いです。こんばんは。めちゃめちゃ鳴ってます。え？めちゃめちゃお腹鳴ってます。よいしょ。これは私が使っていなかった焼き鳥キット。でーん、これは普通に久々に使うブルーノちゃんでーす。かわいい。でもたこ焼きではありません。今日は何ですか？たこ焼きだと思わせといて、たこ焼き、あ、あれしとこう。ピュンピュン。ショールームピー。こんにちは。消すぎて消えた。つら。どうしよう。え、これキモい？なんかこの。ああ。まあ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 。鳥が後ろにしたら。こんなタグつけとこうかな。どうしたここ。初心に帰って。いらね。うんうんうん。よいしょ。よいしょ。オッケー。オッケー。パーリー。そっか、携帯あれやけんダメなのか。そう。一旦暗くなる。できてました。あざます。ミニウシさんファンには届きません。多分届きません。まあ見に
に来てもろって予約入れてましたんでね。そう昨日から言ってたからね。うん大丈夫でしょう。パンは知ってる。お腹が鳴ってます。これさ一旦どっち先にやった方がいい。一旦こっち、うん、餃子やね。しれっとバラすな。しれっとバラした。聞こえた。面白みもなくバラした。これを混ぜないといけないから。そうだよね。でもちょっと思ったより具材が多くて、しかも今手袋ないけど私素手でやりたくないな。いつもサラピリリご飯ではあの素手でやってるんですけど。そうなんですか。そうです。いいんでしょ。でもただの餃子ではありませんので。はい、スペシャル餃子。よきー。これは2回分ぐらいいけますね。いやまださ、ここに全然入れてないやつがあるよ。え、もう入れとく。うん、だいぶ混ぜとけ入れようと思って。全部使えや。はい、オッケー。でも種だけ作ってさ、うん、冷蔵しとけば、いつかいけそう。確かに。種作り。かわいいの食べること。ちょっと。それ忘れとったね。かわいくしちゃおう。映ってるこれ。うん。コメントで見えてないけど映ってます。よ。カチューシャつけようかと思ったけどさ、うん、バンされるの。確かに。これさ、あれやったらいいんかな。あの何、え、ハロウィンみたいな買えばよかったね。確かに。でもハロウィン買わないけどね、ごめんけど。あ、やばいやばいやばい、普通にニュース流れる。あれにしよっかな、あの OK。 OK じゃないよ、絶対。ね、混ざったよ。多分本当はさ、手じゃないとダメだね。混ざってない。え、だってさグニュってなるやつやろ。あ、こんなさ、サクサクサクと、え、そう質感が、え、そうハンバーグみたいにやらんといけんのじゃない。やばいやばい、さあ、やばいやばいやばい、あのさ、うん、なんやっけ、あのフリー音源みたいな。なんかさ、BGM フリー音楽なら OK かな。確かに。フリー音源ならさ、止められんよね。うん、なんかさ、こうしたらこう、あの、あ、なるほどね。手でこねてますみたいな。あ、あったよ、フリー BGM。 フリー BGM どう？ウケる。うっすら流す。フリー BGM。 フリーなら怒られんやろ。チューリーね、チューリー、うん、大丈夫やろ。ビヨーン。お、いい感じじゃない？押さえつけ系。うん、頑張って。フリーで、フリー BGM ハロウィンとかないか。あるわけない。かわいい。じゃあこれ流しちゃいます。あかん。いいじゃん、これフリー BGM だ。かわいいよ。どうするバンされたらフリーなのに。米印で書いて簡単かいや。フリーな、これ喋らなくてもいけるよこれ。確かに。いいね、フリー BGM で。フリーです。フリーなんで、あの、言っときます。どこかで見ている人に。YouTube みたいになった急に。いいじゃん、フリー音源です。イエーイ。フリーって書いてあるからね、ちゃんとフリーで調べたからね。ほんとや。あ、待って、これはフリー BGM ハロウィン。あるじゃん。あ、いいじゃん。あ、ここに。あ、ぽいよ。これフリー。ハロウィンぽいよ。
フリー BGM いいじゃん、楽しそうよ。結構いい感じ、潰れてきました。あ、いいね。これさ、あれ、知らせて。あ、包まない餃子を作ります。イエーイ。あ、エビあるよ。エビを包む？いや、包むっていうか、うん、あー、かわいい餃子だから。ほら見て、あ、こういうことや。こっちにする、うんうん、こっちにする。なるほどね、こっちに入れる。そう、確かにそれがいいね。今は種作り、餃子の種作りです。あ、下の方がまだもうちょいですね、うん、上ばっかりだ。回した。頑張って、揉み込んでいきまーす。揉み、揉み。あれも、あれも買ったやん、うん、ベジタブル。あー、それはトッピングに入れるやつ。こうやってさ、レンチン。まんべんなくできてますか？はい。
イエス。上。こういうスタイルね。クッキー。はい。油引くかな、うん、皮ってむく、うん、あった方がいいんじゃない、なんかひっつきそうや、種はいい感じです。粘りが出るまで、やっぱほら最初のスプーンでできたとか言っとったの。やばい。オッケーなのでは。確かに最初のあれでできたって。じゃあ、あ、ここで登場。あ、でもさ、これさ、あ、線こっち、線はあっちやけど、このこれがこっち。あ、これさ、こっちにする。久々いい。え、これ2年ぶり？え、かも。そんぐらい使ってない。私と使った以来ですね。だってさ、うん、なかなかさ、家で一人でさ、やろうって思わんくない？確かに。一人でやるにはちょっと手間。確かに。かわいいけど、うん、結構準備いるやん。やっきー、うん、
アヒージョぐらいだったらね、うん、まあこれを出した時点でもうちょっと確かにプライベートで選んで、うん、パーティープライベートでも誰か来るならいいけど、うん、はい、よきです。日本日本電話。これさ、2、4、5、6、24。一旦はい、はい、出せます。これさ、どういう結構でかえ、でかくない、うん、え、間にする種が入ってる。あ、でもそんなもんじゃない。うん、いける。あ、そうだ、え、これこれセンス問われる待って。でもまあこんな感じだったよね、うん、なんかあれくっつくよ。これなんでこんなの。やけどしますよこれ。こうしよう、あのさ、うん、あ、一個飛ばし、うん、え、これさ、あれなんじゃない、ちゃんと考えてここをやらんと、うん、ブスになる。ブスになる、うん、こうやって一個しかくしゃができん。あ、ほらほらほら、こうやってあの、え、うまい、あの芸術、うん、はーい、ここに入れて、なんか粘り気足りてますか。あ、あ、いいんじゃない。あ、いいいいいい、なんか爆発しそう。ぽいぽい、あ爆発どこ待って、ちょっと粘り気足りてないかもしれん。そこ押さえて、ほらもう爆発したよ。え、今気づいた。そういうこと。そうよ、爆発しました。全部ダメじゃんこれ。全部開いた。ダメだこれ。袋入れ替え。え、でもさ、これ袋入れて書いたところでさ、大丈夫そう？足りてなかったんじゃない？足りてはおるよ。リベンジ袋。あ、もんだから。弱いじゃないとちょっと固まりそう。皮がやばい。皮がパリパリだし、さ、パリパリあんま好きじゃない。やばい、もうパリパリになってきてる。やばいやばい。いや、爆発しそうと思ったよね。テイク2。硬いよ、ここが。だってくそ、ほら、硬いんじゃない、やっぱ、ほら、うん、うん、うん、みたいな。だってほら、もうめっちゃ硬いよ、やっぱと。なんかホイップクリームみたいな。ちょっと硬すぎるかもしれないですね、これは。足りてないもんあるんかな。なんか粉とか入れんといて。もいや、それはないよ。え、ほら、こう、もう無理よ。これ普通にスプーンで
入れた方が早いかも。この絞るスタイル無理かも。あ、これで、でもほらこれがさ、切れんじゃん。あ、じゃ切る係、切る係、ピュッよっこらしょ、うんうんうん、なんか違くね。はい、まあなんかエビとか乗したらさ、なんとかなるじゃん。これこういうもの、なんか普通にスプーンで入れた方が可愛いんじゃない。うん、これが気になりますけど、取れないよそんなデカスプーンじゃ。うんうんうん、もうパリパリやん。やばい、硬い、やっぱ硬いんじゃない、めっちゃ。なんかが足りんかった。でもさ、うん、見たまんまでやったけんね、うん、なんか空洞がないです。ちょっと皮がなんか浮き上がってきてます。ダメだこれ。やばいやばいやばい、やっぱこれはもうダメです。パンクしました。こうやって入れた方が、またもや、ちょ入れすぎ、いや、潰せば。なんでこれ持ってきた。こっちじゃない、でかすぎやろ。ちょっとこの入り口なくした人、責任持ってやってください。やったんですよ入り口は。これがパリパリになって、なんかさ、何かが足りない、もう浮いてきてます。何かが足りません。これ合っとる、うん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 、こういうもので合っとんか。でもこれさ、皮だけが焦げていかん、うん、どうやって火通るの。確かに、いや、全然暑いんやけど。そうね。熱して焼き色がつくまで2分。あれ、ちょっとちょいいっすか。2分、焼き色がつくまで、違うなわけないでしょ。焼き色がつくまで一旦2分。あ、なるほど、一旦ね、一旦ね、一旦ノー、焼いたのを組んで、生肉はノーです。そういうこと、はい、いいよ、かっこいいな、うん、じゃあね、焼肉の時さ、いける人、あのスプーンはいる、うん、焼肉の時さ、もう焼いた肉をさ、生肉をさ、あのやったやつでさ、いける人、いや、いかん、じゃあ絶対これダメ。出来上がったの、奥。そうですね。生は危ないですからね、お肉。そうですね。2分ほどやって、焼き色ついてきた。とかもう焼き色多分弱めとったけんね。うん。あ、でも焼き色ついてきたんじゃない？ちょっと。これやっぱこの。全部にあった方が可愛いね。2個ぐらいピュッピュッってやる。この。なるほどね。こうね。2分ぐらいやったら、水を大さじ2。水を大さじ2。大さじ2。うん。
水。これは暑いですな。全部入れてないけんさ確かにね、回しかけるっていうものがあれですけど、うわぁ、はい、蓋して、はい、でーん、蓋をして 2、3分、ほい、うん、あ、これで OK、 OK、わあ、楽しみ。嘘じゃない。何が？嘘だよね。何が嘘なん？ここを見ろ。あ、そういうこと。はい、開けて。はい。急げー。せっかく可愛くするために買ったんだからね。急がないと。まあ、エビは、うんうんうん、エビたちは火が通っているので問題ない。かわいい。これさ、やっぱ全部に敷き詰めたかったね。うん、一個空きでやったけんさ、寂しい。でもいけるか。うん、パン あるけど。でもさ、一気にやりたかったくない。うん、まあ確かに。写真撮る。次敷き詰めてやったらもう足りん。どうなんやろ、足りるかな。めっちゃちょっとずつにしたらいけそう。確かに入ってないの。あ、ここ少な。ここ種少な。え、かわいいんじゃない。いいじゃん。はい、締めましょう。締めます。うん、いいんでは。いいんではなかろうか。一個空きスタイルです、ね、でもいけたよね、多分全部 一気に入れても。うん、いけそう。あ、よいしょ。敷き詰めてあったら、うんうんうん、いい感じ。映え。水気がなくなるまで、もう水気だいぶなくなったよね。もうさっきの時点でなかったもん、ね。うん。確かに。もう一回入れとかんと飛びそう。開けて。もう一回入れときます。怖いはいよし、熱い熱い。できているのでは。うまほう。いい音がしております。腹ペコさん、2、3分でできるんやん。うん、ほよ。まだ1回目で2分やっとるけんね。あー、上が焼ければいいか。うん、ちょっとハロウィンを
感じようと画面かわいいねハロウィンを感じています。画面かわいい、ハロウィン。ハロウィン感なそれはね、これ開けてないって怖くない？あ、なんかジュージュー言ってます。もう行けたんじゃない、ま、水入れたんだから飛ばさないで水入れたんだから。かゆいかゆい。もう2分経ったかしら。どうですか、2分経ったかしら。もういいんじゃない？オープン。チラ見。チラ見すぎた。あ、うん、できてそうじゃない？いきます。オープン。オープン。あ、できてるよ。焼けてますよ。焼けてます。焼けてます。かわいい。マイスの方が見えてます。うまそう。焼けとるよね、うん、もうこの具材がでけている。でけてます。でもさ、ほらスカスカになるやん悲しい。全部あったらよかったね。くっつける。くっつける。すごっ、簡単。じゃーん、じゃ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 ーん。おい、なんかやっぱ数が足りないねそうですね、数が足りてないけど、まあ2回戦できないことはない。うーん、まあいけるんでは。うん、かわいい。でさ、これさ、下ってこういうもの、なんか三角みたいな帽子みたいなと丸くなるやつじゃないのね。うん、これ倒れる。深いやつにします。できました。熱い熱い熱い。水がね。量倒れてやん。量多い。そうやね。お皿がいっぱいいる。怖い。あ、
かわいいんちゃう。あとは2回戦入るべし。そうですね、行ってみよう。ラスト、まあまあまあ、持っていかれた。これ必要だった。必要です。よいしょっと。深く座ってもらって、はい。暑い。一旦こっちやめる。うん、焼き鳥に移る。よいしょっと。自己理想そろそろ大丈夫ですよ。本当ですか。これは大丈夫ちゃんです。おろす、おろすというか、もうあっち、あっちっちへ、あっちっちへお願いします。こっちの準備をします。ビヨーン、あっちっち、事故らないで。今事故りかけていました。なんかでも座らん方がいいかも。座らん方がいいかもしれません。じゃない、こっち、なんか中途半端じゃない。あいつの位置が離したらいい。じゃあ、のん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 串刺し。うん。あの他のやつはあのもうめんどくさいのが買ってあのもう刺さってるやつを買ったので、はい、かわいいおごちゃまセットだけ刺していきます。これさ、どうやって刺したか、かわいい、うずら卵ポーク卵、これ果たしてかわいくなるか。あ、でも、うん、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、おでんみたいな。なんかさ、しかもさ、そんな何本も作れんかも。あ、まあいらんか、そんな何本、うん、と、ポーク、こう、うんうんうん、卵、卵。これ果たして可愛いんか。どうですか。まあ、卵3連でも可愛い。卵3連。卵、卵、卵、そんなにいらんかも。でん、でん、え、なんかやばけた、こっち使ってね。怖くて、え、ちょっとめっちゃ下手くそがおる。下手くそ、ね、下手くそすぎる。やばけてる、こいつ。これで失敗することある。それで失敗した人は
てかそんな使わなくていいかもしれない。女あるし。うん。フリー音源やったら分かってくれるよね。確かに。あ、ついた。分かってくれてありがとうございます。これだけめっちゃちっちゃい。ちっちゃ。タロー、タロー。焼いていきます。お願いします。タン。こっちはちょっともうよく分からないので、スクショしたい人はこっちでスクショしてください。これでも使ったことないので分かりませんが、やってみますね。赤くなってる、すごい。え、これさ、上と下の説明はなし。あ、これ一旦下がいいんじゃないの。え、これさ、なんか取れかけてるよ。え、ダメじゃん、取れとる。やべ。え、これ怖くない？ベローン。え、しかもさ、これさ、ちゃんとここが離れてないとダメじゃない？あ、ここ開いてなかったらさ、置けんくない？確かに。おい、え、これが真ん中にならんといけんのか。でもさ、え、怖くない？こういうことやろ。おー、え、ほんとに？え、近くない？よいしょ。あ、こいつ何？だって今のでこうなってる。え、じゃあすぐに近い。え、え、え、ほら、ちょっとこれダメじゃん。網にする？うん、でも網いらんみたいな感じだったけど、もう網にしよう、怖いから。バカにしないでもらっていいですか。私たちは説明書を見てやってますからね。網はいらない。今日私たちの楽しい時間をみんなにただもう見せているだけなので、煽りのコメントはしないでください。めっちゃ熱くなるよねこれ、すごい。うん、イラつかせないでください。めっちゃ熱い。え、これこうやったっけ。多分違くない。こんなことことなりよったわ、さっき。うん、やっぱ違うよ。これやっぱ違うよ。え、絶対違うよ。あ、ここかも、うん、これで。え、こう、こういうこと。あー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 、入った。網なしって書いてあったもんね。うん、さあ私が見たやつ。まあ、ない方が焼き鳥っぽいよね。うん、なしって書いてあったんですけど、これさ、卵ひっくり返る。まあまあまあ、網代償になります。めっちゃいいやん。これ焼けるんか。3本ずつしかできないし。そうよ、1人セットなので。リセットなのでね。かわいいやん。冷やしてくる。タラーたらー。何やったっけ。なんかさ、なんかいると思ったんですけど、あ、あれや、ライン。あ、ジュース開けていいですよ。イエーイ。ぬるくなっちゃう、あいつが。こういないからね。何だっけ。私の。何だっけ。え、ラー油。お飲み物はこちらです。お餃子はこちらの。ボンズ胡椒も美味しい。どれで食べようか。ボンボン。
桃桃酢ってさ、簡単酢と酢は違うよね。簡単酢って何？あの、あそう、ただの酢って違うよね。うん、酢醤油でさ、食べたら美味しいはずだけどさ、うん、普通の酢、うん、焼けてますか？焼けてますよ。フォークピッツが早いですね、焼けるのが。基本的にこの家は一人分しかないので、全てよいしょ。お、いいじゃん、めっちゃいい。フォークピッツ焦げてる、うん、フォークピッツめっちゃ早い焼けるのめっちゃいいじゃん、すごい。いい感じですやん。あ、今ちょっとテーブルが足りない。真ん中が強いんか。そんなことはない。あ、そういうこと？ワンちゃん。肉が真ん中の方がいいですね。ポン酢ラー油。ラー油は垂らした方がいいか。うわ、ポン酢胡椒にして。うまいよ。こちらを。テーブルが足りん、たらーん、テーブルが足りません。場所がね、そうなんや。ここがもうなんかここはやっぱ一人晩酌セットみたいですね。そうですね、うん、こっちに OK、 もうちょっと手前にしたら映るのでは。あ、映りましたよ、うん。塩かわいいよ。食べてみます。じゃあ、はい。お肉焦げてないか。これさ、包まない餃子って難しいね。うん、だってさ、どうやって食べたらいいの。確かに。じゃあラー油をここに垂らします。ああ、なるほど。で、食べるしかなくない。うん、いただきます。食べてみます。いっちゃってください。うん、完成。うん、一番下の肉がさ、絶対焼けん。大丈夫。当たらん。よいしょ。じゃあ私もやってみます。フォークピッツだけ異常に早い。それな、焦げてない？焦げた。めっちゃ焦げた。真ん中が強かったんやね。硬くないでも、これがもうパリパリ、うんうんうん、激パリパリ。うまい、うん、ちゃんとうまいで。置き場に困る。ちょっとカメラに対してっていうのがね、大変なんですよ。これを、うん、もう全部に入れちゃってください。え？もうさ、これだけじゃ味しない。これさ、難しくない？うん、食べるの。これになんか塩コショウとか入れんでよかったの。パパね。パパね。うん。まあ入れたってことで。うん、これをつければ。まあまあ。いいじゃん。ハロウィンパーティー感出てきた。ハロウィンパーティー感はちょっとないかも。
曲だけ、うん、曲だけ食べ物は特にかぼちゃとかではないそうね、いただきます。え、めっちゃいい感じやん。ね、めっちゃいい感じ、うん、見えとるよね。うん、見えるまほーちょっと物を見せとかんとねバンバンそこ3つずつしか焼けないので、でもさ、これ無理よねここにつけて食べんといかんやん、うん、こうやってやるしかないんや、うん、なんかちょっとむずいですね。でもポン酢も中入れるうんあったんかぶうん、うん、確かにこれ絶対さ、これの元にさ、ね、なんか入れるよね、うん、まあ、ちょっとだって丁寧にしようか、うん、え、めっちゃいい感じよ。焼き鳥やばい、うん、いや、押してやってたから。でも出た。うまいピュー。じゃあ、なんか。ねえ、きつくないの？いけるよ。種が少ない。なんかないかな。真ん中、やっぱ真ん中の方が火強いかも、うん、うん、ちゃんと油落としの水は下にあります、うん、これ水がなくなったら、まうん、水入れんとあれのことになってしまう。爆発。めっちゃいいじゃん。でももうこれ2回戦いくとだるい。まあまあ確かに結構だるいかも。流してくれるやん。ね。疲れる。いいじゃん。どんぐらいで焼けてるのかがわからん。この肉がちゃんと中まで通ってんのか。下だけ当たってないの。わかんない。そうね。めっちゃいい感じ。あ、ここ。あ、いいじゃん。かわいい。トリックアトリート死んじゃう。これかわいい。画面にトリックアトリートって書いてある。
るからね。でもあっちのを使ってたら自分ペンとかには使えないから、あ、自撮りましょう。そうですね、もうちょっとこうしてる。おおお、いいじゃん。昨日3日で写真撮ったっけ？え、撮ってないよ。うん、なんか3日になって持ったら、こう、やん、よきやん、やまー。あ、これいいんじゃない？うん、めちゃいけ撮る。焼けてる、すごい。まだ真ん中はさっき入れたばっかり。うんうん、ピッツァ始めるすぐ焼けます。じゃーん、最高。ピャーン、完成。いただきます。あれするんかな。これ何つけ、ひよこと。やった。素材の味じゃこれ。さ、タレより塩派。うん。焼き鳥ね。うん。わっても塩派。欲しいな、焼き鳥屋にあるあの串入れ。欲しいやつ。食べてみよう。焼けました。肉うまし。ちょっとこれさ、取りたい。果肉入ってんのかい。2カメなんで。前に出て、サムネ。サムネやで。サムネ。語ってみた。語ってみた。通じるかな、みんな。MBTI について語ってみた。
MBTI の話したらさ、みんなちょっとさ分かってくれるんじゃない？なんか確かにこの MBTI の人が言われて嫌なこととかされたら、ちょっとあの許せないみたいな、そういうやつ。で調べて分からんね。じゃあ MBTI トークしよう。MBTI について語ります。え、ゼロになったよ。そう、やばい、焼けちゃう。こびちゃん、慌ただしい、慌ただしい。ほら、なんか配信終わったことになってるよ。え、終わったやん。やっぱ止まってた。フリー音源なんですけど、バーンされたんだ。え、そうなんかな。でもそう、え、そうなんじゃない。違う、ね、くっついた。でもそうやったらさ、来るよね、多分。ああ、連絡。うん、フリーン、え、ほんとだ、アイスもゼロになったね。新しく始めたことになりました。なんで急に消えた。配信終わったん。なんだ。でも2人同時なのがぽくない。フリー音源なんですけど誰ですか。これはフリー音源です。フリー音源流してたんですけど。せっかくのハロウィンの気持ちがイラつかせないでよ。せっかく楽しんでたのに、みんなも BGM いいねとか言って楽しんでたのによ。語ろうとしてたのに。 MBTI がダメやった。それはないや。本当にね、こうお酒だと思われたんじゃない。あ、そういうこと。それはないか。これですか。原因はジュースですけど、これは桃のボンボンです。こっちが青っていく。だって1時間もやってさ、ボンボン、今更バンされることある。確かに。もう1時間もだったんだ。そう、1時間。ほら見て、もう見終わるよこれ。ほんまや、56分流しとったよ。あっちゅう間やね。今更見たんかね。なんで。でも何も言われてないけん分からん。うん、一回配信が終わっちゃったじゃないか。どういうことやね。え、確かに。終わったことになったじゃん。終わっちゃったじゃないかよ。今もう400人しか見てないみたいになってる。わお。何時からやってることになったの。じゃあ今始まったことになってる。ふざけるな。マジの同時だったね今。うん。同時に切られました。でも何も来ないや。うん。うらら。トリックはトリート。連絡はなし。トリックはトリート。トリックはトリート。ネギうまー。謝ってくれないと許さないよ。ショールームに謝罪を求める。フリー音源なんだから。何が悪かったか説明してください。そうよ。何が悪かったかちゃんと言ってよ。勝手に切るなんて卑怯です。うまー。配信してないことになっとったらどうする？今？まさかの？さっきまで全部。それつらい。ギフトとかもらってないことになっとったらどうする？それはないよね。ボイコットするぞ。会社まで乗り込みましょう。アリちゃん毎日配信やめますよ。ほらしよう。うまい。うまうまです。うまーい。私たちのフリー音源が
俺のめっちゃ良かったのに。リオン券じゃないって思われたかな。うん、フリーでもダメですとか言ってくるかな。そんなことはない。だよね、フリーに使っていいんだもん。ほら、直作権フリー BGM。 うん、まよ。また流しますよ。流するよ。テロップもなくなっとるし。やっかい。フリー BGM。 ジェット。はい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 、広告が。うん、戦っていこう。だってフリーだもん。開始のあれにはなってないけど大丈夫。あんま、あんまや。あ、1時間が経った気じゃない。あ、そういうことね。うん。楽曲大丈夫か。うん、いけてる。フリー音源だってばよ。フリー音源だってば。静まり返ったね。許せない。1分30秒で切られた次は。え？次は1分30秒で切られたんで。なんだ？めっちゃ早く。あ、ひ。ふん。てかこれなんか怖いね。こんな暑いところに引っ掛けておいとった。確かに。こっちに移動します。フリー音源なのに。悲しげ。メールつけられるかもしれない。これはできた？やってないやろ、まだ。今切ってたからね。要注意人物にされるね。ね。フリー音源だよ。ブラックリスト。こんばんは。フリー音源だもん。うん、楽しげチャンネルの音楽がなくなっちゃった。
しい音楽流してたのに。どうしてそんなことをするの。もうせっかくのハロウィンの気持ちが温度足します。ヒッタ、どうする？実はエスターバニーやった。そっち。実は。お前かよ。これ外した。こっちだと思う。いけてる。効果率うまー。うまうん、なんかもう寂しく感じるやん。しょぼーん、つけたいんご。あ、ここに、あ、やばくなったよ。ま、あのパリパリが、あ、大事なのが。さっきの餃子食べよう。一個にさ、うん、この小ささにさ、うん、5、6滴かける人。かけすぎ。大丈夫。こぼさないでね。ちょっとちょっと、こぼさないでね。いいよ。やばい。焦げちゃう、焦げちゃう。なんか弱くなったくない？ちょっと、うん、つけやすい、つけやすくなったかも。ちょっとしなしなになりました、うん、でもさ、水餃子ぐらいのぼよぼよが好き。あ、うん、うん、ワイピが破けたや、卵がもう大変。あ、こういうこと？もこもこのやつね、うん、そうそう、いいんじゃない。もともとちょっと爆発しとったけんか。そう、ちょっともう出てきとったやつ。もう自分でなった。バカにね。いい嫌なこと忘れよう。ああ、お化けたち涙。ああ、やばい、焦げ、焦げちゃう。焦げちゃうよ。あ、うまい。味ついてないよ。レディーハッピーハッピーハロウィンナイト。連絡が来たんかもしれません。え、でもサラ来てないよ。本当？でも配信中なので見れません。そうね、そのスタイルが。あっか。明日の予定じゃない？そっち。唐辛子。あこ。おかしくてません。あこ。じゃあ、キャンの食いか。
2巡目行ってみます。もう終わったでしょ、うん、切ろう卵とあれしかないね。ちょっと一旦ブレイクタイム、ブレイクタイム、今危険です、激アツです。これはちょっと一旦ブレイクタイムします。映っとかんとバンされる、やばい、もう忙しいんだから。映っとかんとバンされちゃうよ。ほんとショールームったらほんとにわがままなんだから、ショールームったらフリーなんだから許してよ、うん、暑い、ここって、あ、ここは大丈夫。餃子2回戦の準備を行っております。こっちはよし、嘘、焼き鳥さんをそっちにも移してちょうだい。了解しました。縦にして、はい、あ、始め、縦にして、はい、違うよ、これで横バージョンでいきます。はい、コンセントを刺します。怖い怖い怖い、あせあせ、気立つよいしょなんか唐辛子が鼻に来たわかる、ね、来たよね、うん、チミが一旦一番熱くします。よいしょ、ふう、フリー音源なんかさ、来たんやけど映ってます、七味パンチが音楽ないと耐えれんくなっとるやん歌ってかんと、これな何枚、あ、てかさ、うん、まずさ、その枚数的にもう無理じゃない、満杯にするのは。え、糖が足りん、だって全部で25でしょこれで24よ。えじゃあもう、え、めっちゃあるよ、4、2、1、やだ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 、なんかやだ1 絶対足りんよ。
だってさっき使ったじゃん。なんかさ、湿気やばいよね、この。うん。でも前髪が長くて前が見えてません。見えとるや。前髪に下げて下がってきたら前が見えません。配信でやるのは大変だね。はい。カメラがあるから大変だね。本当ですね。忘れとった。何？うざい。あ、うざい？うん。え、どこ？あ、これ。よいしょ。よいしょ。スプーンで入れた方が良くない？うん。もういいんじゃない？ミディアムにしてこうしてね。あ、こことここや、こことここだけこうですね。あー、なるほどなるほど。ほら、おお。スプーンはスプーンはチーズね。私がやります。え、もうそんな新しいの出していいよ。え、じゃないでしょ。これまあまあまあ、これいける？みたいな、ちっちゃければよこらーしょ。なりました。入れて入れて、はい、入れて入れて、いかないと。あ、開いたね。絞りながら、え、どう入れる？皮が塗り方がいいですね。なんか絞るのはなんか無理でした。はい、もう爆発しちゃいます、袋が。餃子職人、これは種が多かったですね。本当？ラストどうしよう、端っこだけ2個。ちゃんとここの色合いのためにこれのね、ミックスベジタブルを買いましたからね。はい、これ大事でしたね。ミックスベジタブル、これパンパンなんやけど種
米が絶妙に余りました。余る？余ったのここで普通に焼いたらいいんじゃない？あ、確かに。皮なしで肉団子。じゃあ普通に入れていきますね。こう見えて A 型なんで。そうですよ。こう見えてアリちゃん一応 A 型なんで。私は A 型なんで生粋の。そう見えませんけど A 型です。顔にしちゃおう。こんな可愛いこともできちゃうんだからね。いい感じの、めっちゃ入れるやん。これもうミートボール。ミートボール。可愛くないぞ。ミートボール。入れる場所考えてね。ノーン。ちょっとここだけパンパンじゃない？でも内側の方が焼ける。あのいい感じに焼き火が真ん中の方がいいかも。あ、かわいいでしょ？かわいいでしょ？かわいいです。かわいいでしょ？顔にしてるから今。めっちゃあるね。うん。ラスト？いや、あと2個ぐらいいける。ラストだね。ラスト1。ここに出る？なんかこれパンパンだね。もうここで。いやん。今火は弱くしてます。オッケー、なくなりました。ゴミ箱へゴー。あ、見えているね。あれ？お水を。お水。え？あれ？あっちかな？計量カップが消えた。あ、あります。お水を適当に入れてきてください。イエーイ。はい、トゥトゥー。これ可愛くない？可愛い。すごい、口もできたら。そう、顔にした。あとはちょっとこれもう使い切れてないけど、まあいいか。うん。混ぜればよかったね、これ。確かに。ちょっとこれ使いようがないな。肉団子にもなす。肉団子。ただの肉団子。でもあんまり。このたこ焼きみたいな。パンパン。なんだと思われちゃう。で、ミディアムチューにして。違う違う、一旦焼きます。あ、これ火弱くしてたから一旦焼いていきます。入れようかな。うん、余ってもじゃない。うん、それ余ったら困るね。顔にしてないところに入れていこう。よし。あ、いいじゃん。いいよ。ちょっと焼き目がつくまで焼きます。いいですね。お水を
よ。まだいい。あ、お水を準備してください。はい、あ、OK。 お水を、じゃあさっき見てましたよね。はい、大さじ2です。わかりました。はい、頑張ってください。イタリアンショット。かかってませんよ。入れますよ。OK です。よし、で、2、3分もいります。あ、これはもういらない。お願いします。はい、あ、ねえねえ、刺してほしいな。でね、うまいべ。くしょ。うっす。ネギマとかあんま食べんけど。美味しいじゃん。うん。このネギうまい。これラー油ついてる。あれも。あざー。トゥルトゥルトゥルラーとオルガユモリ。もう2分経った？うん。一緒にやってませんか？経ったよね、2分ぐらい。うん、ちゃんと。お、これ曇るパターンかな。いきます。パカーン。おー。熱っ。では、皆様へ。めっちゃいいじゃん。なんか、心なしかパンケーキの匂いが。うん、いきます。おお、焼けてる？肉団子も、うん、あ、焼けてる。映え。なんかもうちょっと蒸そう。これ、いきます。よいしょ。もういいのでは？は。でーん。うおー。いいかーん。いいかーん。第2弾完成でーす。あ、いいじゃん。ね、なんか足りない。うわ。ええやん。よきやん。できました。できました。できたよね。うん、めっちゃ映えとる配信。で、スクショ。はーん、たらーん。いいじゃん。いいやん。うまって覚えてる。おさらです。でもなんかさ、しかも後ろもいい感じに焼き目ができております。立ちません。これ手の方が早い。これ絶対全部入れれんよね。うん、肉だもん。さっきより具材がパンパンです。
スなめたっぷりです。あ、これ顔かわいい。意外と量多かったね。うん、で25個作ったってことか。紙全部使ったし、なんならプラスプラス5個あ、6個。え、おお、焦げちゃってる。ひっくり返さないと、たこ焼きみたいになったおもろ。肉団子か。肉団子ひっくり返さないとハンバーグみたいになったよ。ほんまやね。種だけ、うん、端っこが、あ、これもたこ焼きやん端っこやっぱ弱いね。うん、これ顔わかるか。顔かわいい。どうする？真ん中の方が火が強いみたいです。そうなんです。端っこの方ちょっと弱そうやろ、うん、余熱でいいんだよ、うんうんうん、こっちから食べる？一旦ね、こっち、あ、こっちから食べる。確かに良さそうです。熱いか。どうすかわいい。はいよ。置きまーす。よし。トゥルトゥルトゥル。もうやこれでいいや。この肉団子みたいなの食べてみようか。ただの肉団子。うん。カズちゃんとつけないと。餃子の中身。熱そう。うんうん、いきます。うんうん、いいよ。赤っ。なんか全部取ってこれん。皆様は夜ご飯食べましたか？赤っ。うんうんうん、うまい。ハンバーグ、バーグ、うん、形綺麗よ、その人、うん、形が綺麗です。食べましたか？夜ご飯なんかみんな魚系ばっか食べてない？イワシ、イカ、お刺身、イカ焼き、赤、うん、秋ですから、うん、赤、うん、こらよー、待って、めっちゃ熱いよ。みんななんか魚食べてる？ブリ。なんでってぐらい。そう、包まない餃子です。かわいいね、これ。え、これ大丈夫そう？あれ？なんかさ、やばいね、パリパリじゃない。ほんまの餃子になっとるやん。ね、餃子になっとる。ちょっと、ひな、熱すぎる。キャン。
さっきは時間かかりすぎて、そうやね、だっちパリパリになりすぎた。ガチ餃子になっちゃった。もう包め取るやん、包め取る。一口餃子になってしまった。あっおこーい、あぶふぐますね。おこーあぶふぐね、めっちゃ餃子を感じた。おこうまい、おいしいです。よいしょ、エビ入り、よいよ、エビちゃん。これめっちゃパリパリ、これめっちゃパリパリ。やっ、ラー油さん全部ラー油かけてない。ラー油さんいるくない。あっこ、肉汁が熱いんです、うん、めちゃめちゃ。ご飯食べるタイミングを失ってるって、見ながら食べてばいいやん、うん、今は。うまい。私が作ってあげたお顔もらっていいんですか。あ、食べてください。顔いただきます。ご飯食べんのって、これこれでご飯食べんやん。さあ餃子でご飯無理、うん、餃子で白米は私は無理です。バンでしたね。多分バンですね。熱くなった。食べたら熱くなったよ。ここにもありますから。餃子と白米は無理、無理です私は。確かに餃子はチャーハンですね。え、まあ餃子で米食べようと思う。うん、
暑いね。お茶いる？うん、ちゃんとのが冷やしました。わっきの子今冷やしたって。マジで話聞いて。なんで今冷やしたよって。あ、冷やした？うん。どこ？冷蔵庫しかないやろ、冷やしたって言ったら。ちょっとどうにかしてください、あの人。冷やしたよ、言うとるのにどこって。宝探し、発見しました。それジッパーやん、ジッパー。僕の名を何度も呼んで、ミルクはどこで出てるけれど、冷蔵庫以外にしまってある。ミルクなんて見たこと、冷蔵庫以外にしまってあるコップ見たことありますか、おーちゃん？ないですよね。冷蔵庫にコップが入ってるとは。そんなミニヨシさんと違うんで、川で冷やしてないですよ。びっくりですよ。玄関裏から開けて川に冷やしてるのはミニヨシキだけですよ。どんな桃太郎。ミニヨシキだけですよ。ミニヨシキはね、自然由来の冷蔵庫なんで。自然由来。ふう、ついに食べた気がしてきました。これ冷えてます。暑い。マジで暑いっすね。今日は片付け大変です。パラパンになってきましたね。本当ですか？はい。本当に言っていますか？あれ、配信終わったらラーメン作ろうかと思いましたよ。え、あれですか？韓国ラーメン。それは別腹です。配信終わったら韓国ラーメン作ろうかと思う、お誘いしようかと思ってたんですけど、腹パンらしいです。それはもちろん別腹です。しかもまだここにありますからね。まだあった。まだありますよ。チャラ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 。いらないですか？はい、ください。いるんかい。もうラー油しか、もうラー油食べたいだけやろ、もはや。ラー油なしできる？いいじゃん、ラー油大事やろ。先にラー油の準備してる人。包まないやつはちょっと味付けが大変ですね。そうね、つけれん、皮にしかつけれん。中具材につけたいのにさ。具材に元からちょっと味をつけとくべきでしたね。うまっ。ラーメンってみんなが思ってるラーメンじゃないですよ。
ね。極うまのやつです。みんなが想像しているラーメンではありません。昨日は土深夜にタンミョンを食べました。タンミョン、タンミョン、タンミョンに伝わる？分からん人は調べてください。アイミョンしない。タンミョン、タンミョン、あれは極辛でした。デブ飯、今日のはまた味が違うやつですよね。はい、今日のは全然違います。麺も違います。タルティミです。もう食べる口になっとるラーメンの気持ちになっとる。ハラパンとか言っとったくせにもう食べる気持ちになってる人がいます。ほんまにそう。朝はアサイーボールを食べました。うまかったです。ね、なに棒ラーメンって。棒ラーメン、聞く人間違ったわ。聞く人間違えました。うん、ちょっと存じ上げません。聞く人間違えました。でもさ、この子もあと5個も食べたらさ、さらにうちらさ、うん、25、30、え ?15 個ぐらい食べてるってこと？だってさ、身だけも食べたじゃん。そっか、だって25あったよ。うん、え餃子の皮だけで25でしょ。うん、それに中身だけ6個ぐらいあったやん、うん、30個ぐらいあったやん、うん、15個ずつ、ね、15、15やばいね。プラス焼き鳥も食べました。はい、焼き鳥はうまかったよ。九州人だから知らないよ、私ラーメン好きじゃないもん。ラーメン食べない。マルタイの棒ラーメン分からん。知らない、食べないもん。九州だからこう、広島だからこうは良くないですよ。良くないですね。豚骨とか、え、豚骨ラーメン食べれる？うん、食べたことある？うん、え、店で袋麺、うん、どっちもあるよ。マジ？うん、じゃあ豚骨も NG だな。お、塩ラーメンが好きです。塩辛め、別に細くてもいいんですけど、パスタは太い方がいいですね、私も。そうね、麺、細麺が好きじゃない。なんやっけ、二郎系、うん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 、とかはいけるんじゃないって最近言われた。確かに油そばは好きやもん。うん、二郎系太いです。食べたことあるんですか？は、うん、あります。本当ですか？はい、いつどこで？なんかその店で食べると、はい、とんでもないでっかいの出てくるんですよ、うんうんうん、持ち帰れるやつがあって、うん、お店から、うん、うん、持ち帰りして家で作って食べたことあります。あ、そういうこと、家で作るってことね。そう、うん、したらもうバーンって出てこんけさ、うん、それがいいんじゃない？条件ってそれがいいんじゃない？それはしてなかったですね。量がそしたら食べれると思うよ。父ちゃんと、そう、お父ちゃんと
チャラい兄と昔の話ですね。チャラ兄そういう YouTube のやつは見たことあるよ。ジロー？うん。ラーメン。そういうの見るのは好き。うんうんうん。あれはニンニク臭くなります。チャラーニの麺がいいですね。うん、油そばはカロリーも少ないらしいし、ちょっと信じがたいですけど塩分も3分の1らしいし、でもそれ汁飲んだらの話じゃないかな、ラーメンの。ああ、そりゃそうよね、多分じゃない、うん、って考えたらさ、同じぐらい。うん、好きです。美味しいですね。食べよう。私たち片付けが待って、今日焼き鳥器まである。焼き鳥器まであるよ。あれはどうやってあるの。あとここです。ピッおはようございます。あとここ、でもこれ食べたらもう15個よ。わお、15個食べたことになります。わお、エビちゃん、すごしをやりたかったな。巣がない。ラー油余りますかって、そりゃそうや。こんな使い切ったらやばい。今日でだいぶ減ったけどねこれ使い切ったらちょっとだいぶやばいです、体が。確かに。よくむ？ラー油。うん、いいなの？ごま油。湯ですからね。油か。今思い出してよかった。思い出せてよかった。とっておきのものがあったのに。何ですか。ですね、高知県のおかずラー油。何ですかそれは。おかずバラ、おかずラー油です。これ結構辛い。辛いあった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 。魔法結構辛いんですよ。いい赤さです。ちょっと畳んけ、ちょっと、ちょっと無理だね確かに無理。うーん、入れるもんよが2本。
辛いのは辛いです。わお。だが絶品です。うまい。生姜カツオ高知土産ですか。はい、え、あれよ、福フェスの時の。ああ、これだけで味がすると言ってもいいぐらい味がすると思います。いただきます。うん、うん、うんうんうん、うまです。絶品です。あ、でもさ、これあれかも。うん、この液体の部分が辛いかも。うん、ね、めっちゃ生姜、うん、生姜感じてます。うまっ、これ味がつきました。味がついた。くーちゃん、DI についても語ってなかったの。うん、もうやめた。BGM のせいでやめました。そういう、BGM はバンされちゃうから。Thank you. 逆にさ、1時間も流してないとバンされんのよね。気づくの遅くない？1時間寝とったんやない？ね、気づくの遅い。多分気づくの遅いですよ。寝てましたよね。気づいてないやん。詰める。寝てましたよね。何作るのやって、もう終わりました。無し無し。終わってるよ。いただ。ドク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 、湿気がすごいわ。蒸気で。面白い。蒸気の湿気も感じる。感じるやろ、ここから来とったやろ。だから前髪が伸びたんですよ。前髪は伸びました。しかも今日は雨ですから。雨なのでお家でできることしました。おうちパーティーでした。で、なんだこのゲーム。
たちには片付けが待っているので、私たちというか私にお片付けします。本当かよ本当かよ、当たり前です。できないです、峰吉さんに。できません。できます。できません。一人暮らし経験ない子にはできませんできます。私家事担当なんでえ、おしゃピクしようよ今年も。うん、やろう。え、あれから1年やば、怖っ怖っ。だあれさすがに12月か。うん、あれはクリスマス。暇があるかな。おしゃピク、このあとおうちカラオケ配信ありますかって。どういうこと？おうちカラオケあるわけない。何言うと違う、とないです、そんなもの。何言うとこのあとはデザートですかって。ラーメンやねラーメン、ラーメンデザート行くと思いますか次がメインみたいなもんやな。もうここまでは前菜ですか。みんなには前菜までしかお届けしませんよ。もうラーメンの気持ちですから、こっちとラーメン。すいません。すいませんが、皆さんには前菜までしかお届けできません。長かったな、はい。すいませんが、前菜まで。だいぶ長かったな。そう、締めまで見れると思ったら思います。そうですよ。あとは勝手に締めときます。はい、こっちで。はい、こっちは二人の時間を楽しませてもらいます。おもろ。無料配信ではお届けできない裏話がありますから。ドキドキハロハロ。うん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 。有料でも見れないですよね。見れません今後はお金を払えば解決すると思ったら大間違いやぞ人生はお金で買えないこともあるんや。甘くないですね。甘く見るな人生は甘くない。甘く見るな。VLG に収録お願いします。 VLG って何ですか？ VLG って何ですか？ VLG おじっとや暑いです。ねえ、英語はあんま聞いてなさそう。確かに。そろそろ終わる？そろそろ？何かの声だっけ？自分でして何を言ったの？自分でしたんでしょうか？何を言ってるんだ？結構おしゃれじゃない？え？まさかの肯定派今の言い方で。結構おしゃれだった、びっくり。今のまさかの肯定派。びっくり、こっちがびっくり。よかった。意外と芸術作品ができた。焦った。ディスランクてよかった。気に取ったね、うん。ディスランクてよかった。だって何これとか言ったらさ、うん、ちょっとあそうだねって、そんな変じゃないよとかって言われていけんで、ね、自信満々やな。結構いいじゃん。自信満々やな。そう。結構ポジティブ野郎なので、はい、そうです。私傷つかないの。ポジティブ野郎なんで結構いいじゃん。鋼のメンタルそうですよ
私を傷つかせようだって無理です。多分アニちゃんのことを傷つけようとしたら、うんうんうん、あの傷つけられます多分はい、やられますよそう、こんな見た目に騙されちゃダメですよアニちゃんのことを傷つけようだって無駄ですからね。はい、無駄です。逆に自分に返ってきますブーメランだいぶ硬いんでね、私のハート。ブーメラン、ランキングを読まないとね。じゃあそうですね、ランキングを読みますか。いい、ランキングを読みたいと思います。はい、いきます。おーい、13位中野さん、あきおっくさん、12位おしめななみんさん、きゅうりさん、11位めっちゃきのこさん、みっち、10位 MJ さん、ひでにゃん、9位ともゆきさん、すずさん、8位ピルスさん、ここあり第一期生児、7位やじまさん、飯田ひろゆきさん、6位バーバブさん、九州ののぶさん、5位おいでます元気さん、そうちゃん、4位アバタンさん、サイモンさん、3位ゆうちゃん、ひろちゃんたん、2位赤いるさんとさん、にゃん、え、あ2位にゃん、1位セリアスト、たかたかさんです。ありがとうございました。じゃあまずはこちらから、はい、まずはこちらに感謝の気持ちを何を笑ってるの笑うとこじゃない、でいいですね、はい、バイバイ、ありがとうございました。Goodbye. Goodbye. Bye bye. そして続いてはこちら。OK でーす。届かない。確かに。映らない。映らない。これ難しいですね。消してください。がそしたらもう丸見え。バイバーイ、映って、はい、バイバーイ、おやぽみー、それやめてそれやめて、おやすみー、バイバーイ、ゴー明日担当